はい、皆さんこんにちは。私、日本ジャズ界のインチキ G メンこと天才ピアニストゆうこりんです。皆さん、ジャズピアノの練習頑張ってますか？今日も楽しくジャズピアノのレッスンやっていきましょう。はい、今日はアドリブのソロを練習する際に初心者の方が特にやった方がいいよという練習方法をご紹介していきたいというふうに思います。これはピアノに限らず全ての楽器演奏者、ジャズ初心者の方が取り組んだ方が良い、練習法ですので、ぜひチェックしてください。はい、そして動画の後半ではジャズが飛躍的に上達する方のレッスンでの心得について詳しく解説していきますので、最後までご覧ください。はい、私のチャンネルでは YouTube や、巷の音楽教室にあふれるジャズが弾けないインチキジャズ講師が教えるうんこインチキジャズではなく、ジャズの本当の魅力、音楽の楽しさ、喜び、ジャズの正しい練習法について解説する動画を配信しています。このチャンネルを見失う前に、今この瞬間、そうですよ、あなた、はい、今 YouTube 見ながらコロッケ食べてるお父さん、はい、ぜひ登録しましょう。今日はですね、結論から言うと自分のソロを譜面に書き出すという練習をやっていきたいというふうに思います。ジャズって即興の音楽だろ、なんで自分が弾く内容をわざわざ書いて練習しなきゃいけないんだよ、ね、こっちは即興の練習したいんだよと思われるかもしれません。これは大きな間違いなんですね。その理由は後でご説明しますが、この譜面にも自分のソロを書くという練習は私は音大でもやりましたし、自分の生徒にもよくやらせています。その目的をですね、一言で言えば、自分が何ができてないかを理屈でちゃんと理解するということなんですね。初心者の方で多いのはできないことを練習しないのはもちろん、自分がそもそも何ができてないか、これを把握してない方が多いんですね。またはできた気になってる、実際は全然できてないのに、ね、なんとなく感覚でフィーリングでできた気になってる、そういう方が多いんですね。では自分ができてないところどうやって見つければいいか、はい、方法はもちろんいろいろありますけど、今日は音遣いに限ってフォーカスしていきたいというふうに思います。全部譜面に書き出してくださいですか、はい、ということでやってみたいと思います、はい、これから一緒に皆さんとジャムセッションでよくやる、初心者向けの曲のソロを一緒に、書いていきたいというふうに思います。はい、最初の1小節目からですね、16小節目まで、段階を踏んでやっていきますので、自分がつまずいたところで必ず立ち止まって練習してください。はい、それができるようになったら次のステップに行く、まあ当たり前のことですね。はい、今日は全部やりますが、自分がどこでつまずいたか確認してですか、そこを重点的にできるようになるまで練習してください。はい、では今日皆さんと取り組んでいく曲はサテンドールです。それで視聴者の皆様にお願いがあります。今からビデオを止めてですね、ビデオを止めて5線譜用意してください。はい、16小節分小節線を弾いてですか、サテンドールのソロを皆さんと一緒に書いてみたいというふうに思います。はい、では準備はできましたか？はい、じゃあピアノで伴奏を弾きますので、はい、この伴奏にふさわしいソロを16小節書いてください。で、伴奏を弾き終えた後にですね、3分間ほどソロを書く時間を設けますので、はい、よろしくお願いします。じゃあテンポこの間で入ってます。はい、ここで B セクションいきますね。はい、いかがでしたでしょうか。はい、ここで動画を止めて3分間時間を差し上げますんで、今伴奏で弾いた16小節分、ソロを書き出してみてください。はい、はい、じゃあ、3分間経ったということで、はい、答え合わせやっていきたいと思います。はい、私もですね、実際に、書いてきました。3分間で、はい、本当ですよ、こうやって16小節、じゃあ最初の4小節目を、一緒にやっていきたいと思います。結論から言うと、今3分間時間を与えて全くソロをかけなかった方、厳しいことを言いますが、まだアドリブは全然できないレベルです。まずそれに気がつかないといけません。たまにですね、こういうプロセスをですね、すっ飛ばしてセッションでわーって弾いちゃうピアニスト、ね、
吹きまくっちゃうサックスのおっちゃん、ね、譜面が書けないのにアドリブができた気になってる方多いんですね。え、だってこれ作曲でしょ、ね、アドリブとは関係ないじゃん、書くのと実際に音を出すの、ね、違うでしょ、ね、たまにそういうことを言う方いらっしゃるんですけれども、何を言ってるんだと、ね、その考えは間違いなんです。ですか、実際にアドリブをするときも頭の中で音が鳴ってるわけですね。しかもそれを理論的にちゃんと理解して演奏してるわけです、ね、感覚じゃないんですね。自分が何をやっているか聞かれたら楽譜に起こして説明できなければいけないわけです。自分の発している言葉に責任を持たないといけないわけです。ですか、ジャズの即興というのはこの作曲のプロセスを早めてるに過ぎない。3分間も時間があったのにソロが書けなかったら本番どうやってその瞬間にソロを作って弾くんですか、ね、そういうことなんです。ですか、はい、たまにインチキ先生はですねパーッと適当に弾いて、ね、お今そこどうやって弾いたんですか、どういうボイシングで使ったんですか、何のスケールに基づいてそれ弾いたんですか、ね、と聞いたときに、ああこれインプロディゼーションだよね、いちいちそんなの、ね、やってたから考えてないよ、フィーリングだよ、ね、これはインチキ先生が言うことです。ちゃんと理屈でふわりを理解して、ね、一言一句、ね、ここはこうでこういうリズムで、ね、こういうふうに弾いたんだよ、再現ができないといけません。はい、そもそもフレーズが思いつかない、どうするんだ、はい、ね、いつも言ってますね、ちゃんと素晴らしいレコードを聴いて名演を聴いて自分が好きなフレーズを取り出して自分専用のフレーズ集作るのもいいでしょう、ね、実際にフレーズの使い方分からなかったり練習を分からなかったら先生に手伝って、ね、やってもらう、だからちゃんと、そういった練習ができるプロの方に習ってください。繰り返し申し上げてますね、はい、じゃあ最初の4小節答え合わせやっていきたいと思います。はい、これ実際に私も書いたやつです。はい、いきます、はい、じゃあテンポ、はい、ね、問題ないですね、はい、一緒に歌ってみますね。シルリプルリプルリリア、ね、歌えますか、はい、じゃあ次の4小節やっていきたいと思います。で、ここから一気に難しくなります。初心者の方でも中にはですね頑張って2-5の良いフレーズ、いくつか知ってる方いらっしゃるかもしれません。ところが5小節目から弾けますか、ね、一気に難しくなりますよ。でここのチェンジどうやって弾きますか、ね、D7 Am7、ね、Db7、ねまあ、いつも言ってますが、ね、うんこスケール、早弾きダメですよ、ね、ダメですよこんなの、ねね、うんこ、アルペジオこういうのもダメですよ、ね、いつも言ってます。ちゃんとソロをかけますか、ね、難しいんですサテンドール、ね、初心者向けの曲と言われているジャズでも難しいんですよ、ね、舐めたらあかん舐めたらあかんです、はい、なので、書き出すことによってですね、あ、自分はこの箇所全然できてないんだな、ね、チェンジを全然理解しないのに勢いでいつも弾いてしまったなって分かるわけです、はい、じゃあ実際にやっていきましょう、はい、最初から、はい、はい、問題ないですね、はい、でコードトーンもダメですよ、ねね、それはですね前後のフレーズが音楽的につながってないでしょ、そういうあのいきなり変な跳躍がありますね、ね、そういうことも見えてくるわけです、はい、コードトーンにはコードトーンの練習っていうものがあります、ね、コードトーンはただね、インチキ先生みたいにね弾けばいいってわけじゃないんです、ですか、ですので、自分が取り組んでいる曲のコードを理解する、そのコードに対して使えるスケール理解する、ね、難しいチェンジがあったらちゃんと立ち止まって考える、ね、全部の小節を等しく扱って、取り組んでますか、ですか、簡単なチェンジで弾きまくってね難しいところ適当にこうやってあーってごまかして無視して演奏してませんか、はい、で上達する方はこういうところを集中的に取り組みます、ですか、自分ができないところをちゃんとチェックして練習します。いつまでたっても上達しない方っていうのはこういうのを無視して、ね、セッションで勢いでわーって弾いてごまかしちゃう、
さあ100回セッションやろうが1万回セッションをねやろうが変わらないですね。それで、挙句の果てにああ楽しかったね、酒飲んで、まあいつかうまくなる、ね、それじゃいかんということです、はい、これはですね別にあのジャズを楽しみで演奏しているアマチュアのミュージシャン、そういう方を批判しているわけじゃないんですね。楽しく音楽やジャズを生活に取り組んで、取り込んで豊かな、ね、音楽人生を多くの方が、ね、送ればという思いますけれども、うまくなりたいのであればどうして自分ができてないところ、ね、練習しないんですかってことなんです、はい。というのはですね、こういう方に限って変な YouTube の、ね、インチキ、ジャズチャンネルとか、ワンポイントレッスンだったりね、変な精神論だったりセミナーだったり市販の変な教本買いまくって、ね、お得情報を得ようとするわけですね。そうじゃないだろうと、ね、できないことをまず練習しろよと、ね、そんなの見てる暇があったら、ね、そういうことですか、はい。若い頃にいろんなアマチュアのサックスのおっちゃん伴奏しましたけど、いやそこできてないでしょ、ね、いやそこのチェンジねまた間違えた、毎回弾けない、ごまかしてるじゃないですか、なんで取り出して練習しないんですか、はい。まあ、自戒を込めて言わせていただいてます。私も、ね、そういうふうに努力しなきゃいけないなというふうに思ってますが、すみません、はい。じゃあ最後の残りの、9小節目、から16小節目ですね。最初からまた弾きましょう、はい。問題ないですね、はい。で要するにですね、9小節目から16小節目はあの要するに繰り返しですね、でも書き出すことによってあれ同じコード進行のところで、さっきね自分、さっきと同じフレーズ弾いてる、また同じ拍からねフレーズ始めてるとか、いろんな自分の手癖ですとか、傾向っていうのは 見えてきます。いろんな発見があるわけですね、もちろんですね同じフレーズ弾いちゃいけないとか、そういうことを言ってるわけじゃないです、この間フェニアス・ニューボーンの、コピーしてましたら2コーラス目に全く同じチェンジで全く同じフェーズを弾いてるという歌手あります、でもそれはあの次の段階の話ですね、なので、まあ、そういう書き出して、そういう手癖とか見ていくと、はい。では最後にですか、このソロを、音楽的に弾けますか、このソロというのは自分で頑張って作ったソロね、先生と一緒にね作ってもらったソロね、テンポ通りちゃんと弾けますか、ちゃんとメトロノーム使って良いフィールド、ね、良いニュアンス、ね、ピアノの方はいいピアノタッチで弾けるでしょうか、ね、自分がこれから何を弾こうか分かっていて、そういったフレーズは弾けなかったら本番今その瞬間弾こうと思ったフレーズ弾けるわけないですね、それはですね綺麗なフォームで素振りができたからといってホームラン打てるわけじゃないですね。でも素振りがこんなねちゃんとできなかったら絶対にホームラン打てるわけないですね。練習の時点でちゃんとできてないことは本番絶対できるわけないんです、ね、そうでしょ、はい。こういう練習をすっ飛ばしてジャムセッションで弾きまくっても、ね、できないことはできるようになるわけじゃありません、初心者のジャムセッションだったりアマチュアのビッグバンドのソリストの演奏をですね聞いていてよく思うのは、この人は自分で何を弾いてるか分かってない、ね、ということです。で自分で何を弾いてるか分かってなかったらですね聞いてる人は絶対に分からないですね。特にですねビッグバンドのソロのもうコーラス数決まってるんだからソロ書いたらどうですか、はい。ソロ書いた方がいいと思いますよ、ソロを書くことは全然悪いことじゃないです。あの私はインディアナに住んでいましたので、J.J. ジョンソンにですね親交がある多くのミュージシャンに話を聞きましたが、彼はあのレコーディングの時に毎回、自分のソロを書いてですね こんな長い譜面、用意してきてそれをただこうやって吹いてたという話を聞きました。もちろんね彼はあのアドリブバリバリにできますけど、まあ、そういうレコーディングでは彼なりのコンセプトがあってやっていたのでしょう、それからクリフォード・ブラウンもそういう話を聞いたことがあるんですが、まあ、それは友人のごめんなさい友人の友人から聞いた話ですので、まあ、ちょっと確証を持って言えませんが、まあ、そういうミュージシャンもいるということですね、はい、はい。では上達する人のレッスンでの姿勢についてお話ししたいと思います、繰り返しですが上手になる方、自分ができてないことを向き合います。ですか、練習において一番辛いのは自分ができてないことを認めてそれを直視して
取り組んでいくということですね。上達するというのはですね、言い換えてみればできてないことを克服するということなんです、はい、できてることは練習しなくていいんです。だってもうできてるわけですから、ね、ウィントン・マルサリスもできないことを練習しなさいと言ってますね。あー、いつもね、ここちゃんと弾けない、ね、あ、見たくない見たくないね。いつかできるね。できませんですか。私もですね、ああだこうだ散々先輩ミュージシャンや先生から時にはですねケチョンケチョンに言われましたよ、ね、なんだそれ、ね、ストップやめろ、ね、もう一回やってみよう、ね、そうじゃないだろどけ、ね、ここはこうだろ、ね、はいもう一回、ね、違うだろ、ね、全然練習してないんだ何やってんだ、ね、なんだその弾き方、ね、そんな弾き方だとこっちも拍が浅くなるだろ、ね、そういう先生たくさんいましたよ。もちろん優しい先生ね、褒めて伸ばす先生もいるでしょう。また音大ですと、将来音楽を職業とすることを前提にですね、習いに来ている学生も多いと思いますので必然的に、まあ、厳しくなると思います先生の、はい、でもクラシックのレッスンでも基本的にはね、はい、なんとかちゃんそうじゃないでしょ、ね、ここはこうでしょ、ね、なんとかくんそこの腕の使い方ねこうでしょ指番号こうでしょ、ね、そこの音楽表現違いますよ、ね、ダイナミックス違うでしょ、ね、ブレースの位置そこでブレースしちゃダメでしょ、ね、ちゃんとできてないところ間違い指摘しますね。できてないことをですね、できるようにしてあげる。それがレッスンの目的なんじゃないですか、ね、たまに YouTube のコメントでですね、そんなに間違いを指摘すると初心者が萎縮するというね、バカなコメントしてくる人います、ね、そういう頭の悪い方に言いたいのは、ね、間違いを指摘されて学ぶ気が失せるぐらいだったらやめろ、ね、楽して上手くなりたい。そんなにたくさん練習したくないね。でもレッスンでは怒られたくない。認めて、ね、褒めてもらいたい。やめろです、ね、根本的に考え方が腐ってるんですね。こういう方たちはまあ、ほとんどの方は、ね、頑張ってジャズ真面目に、ね、取り組もうというそういう方ですけど、中にはこういう一定数こういう、甘えすぎた方います。残念ながらでインチキ先生はですね、褒めていれば、生徒さん囲えますので、こういう方々が大好物かもしれませんけれども、私はそこまで甘ったれた、ね、方々に教えるつもりはありません。あ、お前に習いたくない。すみません。失礼しました。はい。あまりにもですね、甘ったれたジャズ学習者。ね、無料で何でもね、YouTube で学ぼうとして。はい。今日も寝っ転がってですね、YouTube 開いて、ね、インチキジャズ聞いて、さらに耳を腐らせてください。ということでした。はい。今日の動画がためになったという方は、高評価、コメント、チャンネル登録、どしどしお願いします。では次の動画で皆様にお会いするのを楽しみにします。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。